今里市民図書館は佐賀県今里市に設置されている公共図書館である。市民と行政が一緒に建設や運用について考え実行していることや図書館ボランティアを全国に先駆けて進めるなど様々な先進的活動で知られる。1928年昭和天皇の即位記念事業として設置された町立伊里図書館を前身とする。1954年4月 イマリ市の発足に伴い私立施設となり、1995年には現在地にオープンした。建設に際し、イマリを作り、市民と共に育つ、市民の図書館という目標を設定し、行政と市民が一緒になって勉強し、構想を行った。1992年に図書館建設準備室を設置、1993年6月から翌年2月にかけて、 図書館づくりマリ塾という市民参加型の勉強会を8回開催した。1994年2月に起工式を行い1995年7月に落成した。工事期間中の1994年11月には市民参加でアメリカ図書館視察を行った。建物に関する賞のほか図書館としての活動自体についても多くの賞を受けている。 高い天井と145センチメートルに統一された初夏のおかげで広々とした館内奥に見える樹木のようなものが椅子の木平屋建ての鉄筋コンクリート構造で平面形状は複雑一般開花室と子供開花室は高い天井のもとに直線上に設けられ境目に椅子の木のコーナーがあるこのコーナーは親子で来館した利用者の待ち合わせに使われる 一般会科室の本棚は車椅子が通れるよう配置され、高さも車椅子に乗ったままで手が届く145センチメートルに統一されている。初夏の隠列には本を読むための椅子が配置されており、ゆっくり本を探せるよう配慮されている。棚に設置されている案内表示には主に陶器が用いられている。子供会科室の初夏は子供が自分で本を取れるように、 高さが一般用より一段少なく設定されている。子供開花室に隣接してお話会などに使われる上り釜のお部屋がある。この部屋の外観は焼き物の町イマリにちなんで名前の通りの上り釜に似せて作られており、開花室とは扉で隔てられているため中の声が開花室に聞こえてこない。イマリやその近辺の資料を揃えた伊まり学コーナーは AV コーナーとともに一般会科室の奥に設置されている。また館内で本を読める閲覧コーナーやくつろぎコーナーが各所に配置され、滞在型図書館として機能している。初夏の書物は基本的には日本中新聞類法に則っ,って配置されているが、ヤングコーナーや暮らしのコーナーではそれにとらわれず対象者のニーズに合わせた書物を集積している。 他の図書館と同様に館内での飲食は禁止されているが、テラスや中庭にはテーブルやベンチが並んでおり、ここでは飲食も図書閲覧も可能である。入り口のカウンターの上には大きな表示板が設置され、図書館の自由に関する宣言と、今里市民図書館設置条例第1条を掲示している。館内の写真撮影は許可をもらって、 可能、会員に余裕があれば、館内の案内もしてもらえる。敷地内には、市民が利用できる施設が多く設けられている。ホールは必要に応じて、階段上の座席に変更できる、可動式の座席を有しており、ホールの脇に紹介技室も設けている。特別展示室、展示ホールは主事のイベントに使われる。館内に、カフェテリアがあり、複式喫茶、青空が、 軽食や飲み物を提供している。トラックを改造した移動図書館でステーションと名付けた72の地点を月に2から3度巡回する。2台が稼働しており、それぞれブックン1号とブックン2号と名付けられた。2010年に1号はリニューアルし新ブックン1号となり、初代ブックン1号は社団法人日本外交協会に譲渡後、南アフリカ共和国へ寄贈された。 それぞれ約3000冊の本を載せることができ、地域の広い伊万里市において足を運ぶことの難しい人々からの支持は多く、図書館利用者の2割は仏訓によるものとされる。2017年2月に新仏訓2号へと更新され、引退する初代仏訓2号は24年の長きにわたっての使用で、次の引き取りでは見つからず分解して売却となることが決まり、 利用者らの感謝の気持ちをびっしり書き込まれた車体に別れを惜しんだ。図書館支援市民活動団体図書館フレンズイマリは新図書館開設と同年に発足した図書館とは別組織の市民活動団体。2015年度に設立20周年を迎え、会員の会費で運営され図書館活動をサポートしており、講演会の企画、実施、年2回のイベント、 古本紙や、開紙の発行を行っている。館内の一角に事務所が設けられている。他に10の団体が存在し、図書館の活動を支援している。ありがとうございます。